有明海。有明海は、九州北西部にある海。九州最大の湾で、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県にまたがり、南は八代海とつながっている。日本の湾の中でも、干満の大きさ、流入河川の多さ、塩分濃度の変化、濁った海域、日本最大の干潟、独自の生物症などを特徴とする。面積は、 1> 約1700キロメートルで、鹿児島湾、東京湾、大阪湾より大きく、伊勢湾とほぼ同じ大きさである。宇都半島と天草諸島を挟んだ本土瀬と、柳の瀬と、三角の瀬との三つの海峡で八大海と接し、天草下島と島原半島の間の早崎瀬戸で、天草灘と接する。湾内西部にはさらに、伊佐早湾、潜水海がある。 入り口に近い部分は島原湾とも言う。一般的には海域全体を有明海と呼ぶことが多いが、国土地理院は海域の北半分を有明海、南半分を島原湾としているほか、海上保安庁などでは海域全体を島原湾と呼ぶことがある。1993年、平成5年の環境庁、告示2000年、 平成12年改定によれば、熊本県宇都郡三隅町と天草郡大屋の町を結ぶ、天文京、道町と天草郡松島町を結ぶ大屋の橋、道町中の橋、前島橋、松島橋、本土市瀬戸大橋、天草郡三津町白竹花と長崎県、南高木郡口の津町爪崎を結ぶ線及び、陸岸により囲まれた海域を有明海を呼び、 島原湾の範囲としており、両者の境界は定義されていないが、長須港と平港を結ぶ線を境界とする見方もある。最新点は、湾後部、湯島西方で、水深165メートルに達するが、平均水深は約20メートルほどで、全体的に遠浅の湾である。湾王には、諫早平野、筑守平野、佐賀平野、筑後平野、菊池平野、 熊本平野といった中積平野が広がる。潮の寒満差が大きく、湾港の早崎瀬戸で平均3の4メートル、湾王の大浦港、佐賀県太良町で平均5メートルであり、最大で約6メートルに達する。寒満差が大きくなる原因は、有明海の場合は潮積による海水の動き、潮積振動と湾の形状に左右される海水の動き、 固有振動が似通っていて、共振が発生しているためと考えられている。このような条件が揃う案は、世界的に見てもそれほど多くない。流入河川は、九州最大の川である筑後川をはじめ、本名川、鹿島川、塩田川、六角川、加瀬川、矢部川、諏訪川、菊池川、白川、緑川などがある。 流入河川の流域面積は合計で約 8000km で海域面積の5倍近くにも上る。これらの河川によって湾内の塩分濃度が低下する上、多量の堆積物、デトリタス、無機塩類も供給される。特に夏の暗欧部では海域の表層部に淡水域が形成されることがある。寒満が大きいので1日のうちでも塩分濃度が大きく変化する。 川から運ばれた土砂は、海の干満によって、激しくかき混ぜられ、干潮時に堆積、満潮時に侵食されることを繰り返しながら、沿岸各地で広大な干潟が成長する。ワンオーブでは海水に、泥が多く混じり濁る。また、干潟の泥には水に含まれるリンや、窒素などを吸着、沈殿させる浄化作用があるほか、栄養分が多いことから、田畑の肥料としても用いられた。 日潟は大潮の干潮時で約1 8 8トルに達し、日本全体の日潟の約4割に相当する。南部の熊本県、島原半島沿岸は、砂室日潟だが、奥に行くほど泥の割合が多くなり、諫早湾や佐賀県、福岡県沿岸は、多くが泥室日潟となる。筑後川、川口や緑川河口においては、干潮時には、 海岸から約6キロメートル沖まで日形が出現する。土砂の供給源である大規模河川は湾の北側、東側に多いので、日形もこの地域で広い。鹿島市や小城市には日形を利用した公園があり、春から秋にかけて泥遊びを楽しむこともできる。鹿島型リンピックというドロンコ運動会も開催されている。沿岸部の気候は太平洋岸気候に属するものの、 四方を山に囲まれた盆地状の地形も影響し、一日の気温差が大きく、晴れの日が多い瀬戸内式気候に近い。また湾内の水温も日ごと、季節ごとの変動が大きく、湾ンオーブの水温は2月で8摂氏9度、8月で摂氏30度になる。更新予の氷河期において、有明海は、紅海、牧海、東、品海沿岸に続く広大な干潟の一部だったと、 考えられている。この時、中国大陸の干潟に分布していた、ムツゴロウや、塩招きなどが、有明海に分布するようになった、大陸依存種。その後の海面上昇により、約1万年前にこの干潟が分断されたが、有明海は、筑後川をはじめとした、大規模河川の流入型もたれ、干潟と固有の生物も維持された。 日型は30万年前から9万年前の間に4回あった阿蘇山の大噴火、特に4回目の噴火による堆積が主なものにより、堆積した厚い粘土層が雨により、河川を経て流出し、大きな調査によって川に押し戻されたり、再び海に流されたりを繰り返し、川口付近に堆積して形成されたと考えられている。縄文時代前期、期限前4000年頃には、 筑紫平野、菊池平野の大部分と熊本平野、諫早平野の一部がそれぞれ満潮時に海面下となっていったが、河川による土砂ンパンで次第に海岸線が交代していった。日本最古の干拓は現在の佐賀県で行われた。水戸天皇15年、605年に大連旗川勝が行った99万台の干拓である。下って、 鎌倉時代末期には、佐賀市の南、熊本県天明村、旧仙洞村で干拓が行われた文献が残されている。現行直後から干拓が進められるようになるが、現行後の食料不足や参戦した武士への温床不足のため、干拓に目が向いたものと推測されている。中世より人間の手によって少しずつ干拓が進められたが、江戸時代に入ると、 米の生産拡大を目的とした干拓が次々と行われるようになり、海岸線の交代は加速した。熊本藩の干拓事業は、藩費の他に藩主の私費、家老の出費、手長、村より大きい単位の共同事業として行う大規模なものであった。江戸時代の佐賀藩では五百箇所、約六千三百丁の水田が作られたが、そのほとんどは繁栄事業としてではなく、 農民の手によって進められたもので、個々の干拓地は小規模なものであった。長崎県の諫早平野は、鎌倉末期以降干拓によって造成されたもので、あるが、江戸時代には、諫早領主、佐賀藩重心諫早家による干拓も行われた。近代以後、公営の干拓事業や、国による干拓事業が続いた。1989年、平成元年からは、 諫早湾において、国営諫早湾干拓事業が開始され、1997年、平成9年に、諫早湾ーブを一気に締め切る工事が行われた。干拓によって、有明海全体で陸地化された面積は、昭和60年代の時点で 260km を超えており、諫早湾干拓によって、さらに約 9km 拡大した。有明海という故障は、 明治時代の後期頃から使われるようになったのではないかとされている。それ以前は、有明の沖、畜種方、畜紫海といった故障が一部で使われていたとされるが、定かではない。哺乳類では、スナメリや南半導イルカをはじめとする小型クジラ類が生息する。これらを観察対象とする専用の観光事業も、 行われているが、有明フェリー等の戦場からも観察することができる。また、ワンオーブの小長井町に座する長藤鬼塚古墳からは、捕鯨の様相を描いた戦国画が発見されており、かつて、有明海や天草灘一帯には、国ク,クジラや、セミクジラ、ザトウクジラや、ニタリクジラなどの沿岸性のクジラが見られたと思われる。実際に、1740年には、六角川に、 国ク,クジラが名業、座礁し、2014年にはセミクジラが天草沿岸に現れており、どちらも九州西岸では、稀有な確認である。紅海、北海、東、品海沿岸の干潟と有明海の干潟は、戦死的なつながりがあり、共通する生物は多い。このうち一部は、瀬戸内海や東京湾にも分布するが、ほとんどの種類は、日本の他地域では見られない。 これらを利用するにあたっての漁法や郷土料理にも独特のものが発達している。大陸系依存種が多い有明海ではあるが、大陸の干潟でも見られない有明海固有種も発見されている。大陸の干潟から分断された約1万年の間に種文化が進んだものと考えられている。分布は日本の他地域やそれ以外にも及ぶが、大規模な内湾である有明海で、 個体数、漁獲量が多いものもいる。有明海は、寒満差が大きく、湾王には広大な平野が広がる。沿岸の低標高の干拓地においては、高潮防止を目的に高い堤防が各地に設置されている。それでも、台風で潮位が上がった時には、海水が堤防を越えて、干拓地に流れ込むことがあった。干拓造成時にも、このような海水の流入があったため、 干拓には長い時間と労力がかかり、塩分を含む土地の改良にも苦労があった。また、逆流防止のため多くの中小河川は水門を設置しているが、大河川では水門を設置できないため、有明海の干潮、満潮に合わせて川もが大きく上下し、満潮前には大規模な逆流も発生する。この寒満差を利用して満潮時に船を出し、 引き潮の流れに乗って沖へ出て、帰りは道潮に乗って海岸に戻るという工法が古くから伝えられている。この他にも小規模な漁港が三十カ所ほどある。有明海で生産される海苔は日本全体の約四割を占める。主な用途は贈答用となっている。海苔産業は高度経済成長、そして贈答品市場の歴史と重なる。 重工業のための工場立地確保のために、浅草のりなどの海苔の名産地が埋め立てられていく中で、質が良く、機械化等により、生産体制を整えた、有明のりは主に贈答品市場でシェアを伸ばしている。のり産業は、生産量を増やすための設備投資のコストが増える。一方で、流通サイドからは、価格競争力を理由に買い取り、 価格を上げてもらえなかったという問題点を抱えている。海苔養殖面積の増加とともに、色付けを良くするための酸の大量ばらまきが、有明海の環境破壊を招いている。2000年代に入ると、赤潮などにより海苔の不作が続くようになる。不作の要因の一つとして、伊諫早湾管託事業を挙げる意見もある。伊諫早市小長一町では、柿の養殖が行われている。 富士壺などの付着生物による被害、不作が続いている。有明海の環境問題を以下に記述する。なお、諫早安管託事業に関するものは当該項目を参照されたい。他には2000年代に入り、既経魚が生まれるようになってきている。地元の漁師の間では、以前から言われていたが、海苔産業が海苔養殖の際に使用する処理剤、クエン酸。 リンゴ酸を原料とするが原因であるとする意見がある。東北大学の餌使用時は、酸処理剤が大量の植物プランクトンを発生させ、有明海の酸素を少なくしている。酸素濃度が低いと、成長に必要な核酸や、タンパク質などが、通常通りできずに、奇形の魚が生まれる、可能性があるというわけです。そればかりか。 低酸素が進み酸欠になると有毒な硫化水素が発生し、海の低層の魚を全滅させる死の海となってしまう。として、酸処理剤によって、危険魚が生まれていると指摘した。水産大学校の鬼頭一氏はこれに対し、1から2%であれば、論議の対象とならない。そして、酸処理剤は、約1週間でほぼゼロの水準に分解され、これが、 夏場の赤潮に影響するとも考えにくい。漁獲量が減ったのは漁業技術の革新によって大量に漁獲できるようになったのが大きいと反論した。エサ氏はこれに対し、有明海はわずかな変化も影響する繊細な海域。1から2%でも影響は大きいとして再反論を行っている。所管官庁である水産庁は影響はないとはしながらも、 使用量は減らした方が良いというスタンスをとっている。2015年3月5日、福岡県、熊本県、佐賀県、長崎県の漁業者ら約200人が殺菌剤の使用を禁止しない国に対して損害賠償を求める訴訟を熊本地方裁判所に起こした。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。